KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。明治アスター J2 リーグ、栃木に1点を先制されたベガルタは前半27分、オナイウのシュートのこぼれ球をサガラ、同点に追いつくと、その2分後、ボールを受けたサガラからフォワード中島にボールが渡ると、そのクロスにサガラ、しっかりと頭を合わせて2対1勝ち越します。結構スリッピーで、思ったより速いボールが来て結構難しかったんですけど、前には短所っていうところでうまく足出してきてくれて、また入ったん で、ここで中央にドリブルしていって仕掛けて、最後はパス出そうかなっていうのも考えたんですけど、元くんが走ってたの見えたんで、まず預けようってところで預けました。一回ファーの方に逃げたと思うんですけど、これは狙ってた入り方で、一回ファーで相手引きつけといて、目の前のスペースができたところに入ろうっていうのは決めてたんで、ゆうたくんがうまくニアで潰れてくれて僕のゴールが生まれたんで、プロで初めてヘディングで決めたんで、ちょっと余裕なボールだったんで、ちょっと緊張はしたんですけど、うまく当てて決めるだけでした。いろんな選手がクロスの入り方とかいろんないい動きしてると思うので、どういう動きしてるのかっていうのをしっかり認識した上で、やっぱり試合だった練習でトライして、やっぱり成功体験増やしていくっていうのが一番いいと思うので、まずは映像を見るっていうことが大事かなと思います。さらにその4分後には姿、今シーズン初の3得点を奪ったベガルタ、4試合ぶりの勝利です。1球だけ蹴ることができるゴールドボールは得点が2倍になる高得点を狙うチャンス。ただし100点のすぐ下にはマイナス50点の的もあるから気をつけて。今回挑戦してくれるのは仙台市の FC エナブル。小さな完成より大きな未完成をモットーに、足元の技術力向上に力を入れているチームです。ゲームに参加するのはこちらの3人。見事1位になった選手は、なんとベガルタ仙台がホームゲームにご招待してくれます。すごい。50点以上取るぞ。1人目のチャレンジャーは千葉龍二選手。頑張れ龍二、頑張れ。2球目、じゃあ右の10点で。おお、左の10でお願いします。ぐるぐる。あ、待って待って、マイナス50入った。わずかにずれてボールがマイナス50に。残念。最後に残したゴールドボールで一気に巻き返しを狙います。じゃあ100で。あ、千葉龍二選手頑張りましたが合計はマイナス35点。50点以上取るぞ。2人目のチャレンジャーは佐藤直樹選手。右の10狙います。ぐるぐる、頑張って。2球目でまさかのマイナス50点。リラックス、頑張って。気を取り直して3球目。9球目はゴールドボール。
左の50。いけるいけるいける。ああ、佐藤選手落ち着いたプレーでしたが、結果はマイナス40点。キャプテン取るぞ。最後のチャレンジャーはキャプテンの佐藤俊選手。じゃあ右の10点いきます。4球目。現在1位の加藤選手、さらに高得点を狙います。ターゲット三脚ゴールド。今週は仙台市の FC エナブルに3人がチャレンジ。現在1位の加藤選手、マイナス50点の的に気をつけて、さらに高得点を狙います。右の50いきます。じゃあもう100狙います。最後。わあ、キャプテンの加藤選手100点獲得で見事1位になりました。加藤選手にはメガルタ仙台からホームゲームにご招待、おめでとうございます。メガルタワンツートーク。2人の選手が選んだカードのテーマに沿って自由にトークを繰り広げるこのコーナー。今回トークを繰り広げるのはサイドバックを務めるこちらの2人。とーっても仲がいいんです。これタイムマシーンに乗れるならいつに行って何をしたい？お前どっちタイプ？未来は行きたくないです。過去だから俺は宝くじを当選のやつを未来から見て、あー頭いい頭いい頭いいじゃない。確かにこれを言った俺とそれに共感したマスヤだいぶイメージダウンやね金してこれ取ったやつ。おー、まあこれもろそうじゃないですか。チームメイトと入れ替わるなら誰になって何をしたい？難しいお題みたいな感じ。いやー、でそんなお前がテンション上がったか俺全くわからない全然むずいけどマジか。確かにそう言われてみたら俺も誰になりたいとかないな。一番取れ高ないんちゃう？これこう見えて実は何々なんです。周りにどう思われてるか分からへん。いやわかるでしょ。こう見えてって言って自分はこう言ってさ、いやでしょうねみたいな。いや周りからは怖がられてます。怖がられてないから、うん、っていう前提で。お前がそうやって言ってただけや。俺あるわ。なんすか？クレヨンしんちゃんめっちゃ好き。あ、言うたら可愛いとこマジである。マジで好きなんですよしんちゃんね。これは今いや完全俺っすね一人っすよね一人一人全然だから家にあるトランプもしんちゃんやし、グッズとかも買うぐらい。だから俺んちの今目覚まし時計とかもクレヨンしんちゃんが使ってるアクション仮面の。そうなんですか？目覚まし時計ショップで買った。マジっすか？あ、でもあれやで、俺の部屋しか置かれへん。ああそうなんですね。違うとこやったらもう嫁に俺は置かんといてよって言われるから、うん、こそこそ使ってるみたいな。ほんまに喋りたくなかったんですけど。ありがとうございます一人でなんか YouTube とかでしんちゃんとか見てたりして何がおもろいのって俺は思いながら。マセ俺に急に宇宙君これ面白い人生いいっすねとか言って俺の意外な一面、俺ないんすよね、意外な一面。美意識高い、美意識高い。いや、意外じゃないでしょ。次行こう。意外や、いや、雑。キックオフミヤリ。先月の栃木戦、ユアスタでシャレンデ献血という取り組みが行われました。明治安田の地元の元気プロジェクトと J リーグの社会連携活動シャレンが社会課題の解決に取り組む一環で行われたものです。
当社も J リーグのですねタイトルパートナーを続けて今10周年迎えてましてですね、一緒に共同取り組みとしてですね様々な取り組みを展開させていただいてます。で本日はですね献血ということで、今コロナ禍以降ですねやっぱり献血者が減ってるということがありましてですね、なんとかそれにご協力したいということで、ベガルタ OB のヤン・ヨンギさん、太田義明さんも献血を呼びかけ、多くの人が献血に協力しました。今後も明治安田はベガルタとともに様々な活動を行っていく予定です。各地域でですねいろんな社会課題ございますので、少しでもその解決に向けてのですねお手伝いができればというふうに思っております。これな倍倍練習きつかった。